いいですね。そういうのいいですよ。最初止まっててやることって簡単ですけど、やっぱこういう風に動きが加わると、この動きに対して自分が反応しないといけないっていう微調整が必要になってきますし、今最初ですね、普通にこうやって走るのと、やっぱり横ステップするのだとやっぱり違ってくるんですよ ね、 なるほどね。体の動かし方とか、こう動きに対してのこの反応とかもやっぱ変わってきますし、この動いてるものがまっすぐじゃないんで、動きが、やっぱり微妙に斜めに入ってきたりするんで、その時に自分がどう反応するかとか、反応力とか反射神経の部分にもつながってくるんで、まあ実際もう短時間で今ハーハー言ってるんで、それぐらいこう筋力的にもこう心肺能力とかも結構高められることができるので、なるほどね、いろんなアレンジができたりする部分があるので、これはこうただブランコに普段こうやって乗るだけのイメージしかないと思うので、ただこれも実際体感ですよね。こう自分のこう体をこういう風に揺らしながら、実際バランスを取りながらやってますので、小学生のなんかこう普通に簡単にやってそうですけど、やっぱりこういうのも体感だったりしますよね。だからこういうなんか遊び心とか思いついたことをパッて、これも体感ですよね。動いたものを止めるっていう、だからそういう中で思いついたこととか、そういうのをこう反応しながらこううまくやっていくっていうのが一番理想的なのかなと思います。まあ、ブランコも本当使い方次第でこんなやり方がいっぱいありますんで、ぜひなんかそういうのでいろんな動きを楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います、ちょっと虫がいて大変だったりしますけど違いますよね。やっぱこう普段使わない筋肉とかが揺れてるのは分かるんで、これやっぱこうダイエットで言うとも全然使えると思うんですよね。そうですね、まあ本当に遊んでる子供たちがいなければね、もう最適ですよね。そうそうそう、これはいいトレーニングだわ。もう本当に子供たちの遊びも邪魔しない程度に大人がやってしまう。これ楽しいよ、これ楽しいよ。本当だ、映しながらでも消えたよね。いかかったね、やっぱりその映しながらのやっぱやり方の体感ですよね。体感ですね、はい。いやいや、本当こんな感じでやってもらうと、はい、最高ですね。そうですね、めっちゃ息上がりました。はい、いいと思います。素晴らしいです。ぜひやってみてください。はい。